験したら、あ、出ましたって。先生どうするんですか。先生こけってこうなっちゃうじゃないですか。そうなんですよ。はい、では今週第2回目、サバイバーに変身、その時あなたはのコーナーです。ということで、はい、もう一回ご挨拶どうぞ。はい、ひろきんです。舌がんの方で今闘病中です、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。先週ね、ちょっとちょっとだけ伺ったんですけれども、まあその舌がんが見つかった、まあそのきっかけなんですけどね、もうちょっと詳しくお話伺ってもいいですか。はい、もともと口腔外科の方に良性腫瘍 の、 右の下顎骨腫瘍っていうね、顎の骨の腫瘍が良性腫瘍で、長年口腔外科には通ってて、もう6回ほど手術をしてたんで、定期的に行ってるもんで、そこで左の方の今度舌に、白い苔ができて、白板症みたいな白帯ができて、口内炎が治んないんですけど、うんうん、あ、よく聞きますよね。これは舌がんじゃないでしょうかというふうに主治医に聞いたところ、はい、いやこれ違うんじゃないというふうには言われたんですが、いやでもずっと治んないんですと言って、こちらからお願いして組織を、整形してもらいました。あら、そんなことがあるんですね。それで整形したら、あ、出ましたって。先生どうするんですか。先生こけってこうなっちゃうじゃないですか。そうなんですよ。それで見つかったっていう感じですね。自分で舌に白い苔があるんで、自分で左の舌が見つかった。さすが内科医でいらっしゃるから。じゃあ内科医、うん、一応でもね、はい、一応ですごいじゃないですか。え、ちょっと待ってください。今のお話で右側の良性でもダメなんですか、その取らないと。あ、良性でも顎の中でどんどん大きくなってきて、下顎骨が溶けて、下顎骨が骨折しちゃうんですね。それなんで6回全身麻酔で入院して手術をしてるんです。なんでいつも定期的に病院には行ってたんで、で、いよいよで、それがでもこっち転移とかでもなんともないですもんね。なんともないです。全く無関係でこっちだから。そうなんで、はあ、で、まあでもこっちは違ったのに、こっちはやっぱりがんだったっていうことで、どうでした、その時は。その時はなんか、うん、主治医の先生がね、うん、これはまだステージ0で上皮内がんっていうね、 CIS っていう、もう超早期だから、うん、もう1週間も入院すればね、すぐ取れて局所麻酔でもできるから全然心配ないよと言われて、私も全然心配しないで、はいみたいな軽い雰囲気で終わりました。軽いなって感じで。え、そういう、じゃあなんかこっち側全身麻酔っておっしゃいませんでした。良性の方は、良性はそうなんです。じゃあがんが一番軽かったってやつですか。そうです。がんの方は多分4泊5日で、うん、まあ、局所でもできるけど念のため全身麻酔でやりましょうみたいな感じでしたね。全身麻酔の方がね、私いいですいいですよ。なんか今切ってるみたいなのが分かるの嫌だなっていうのはちょっと気がしちゃうんですけど。ああ、そうなんですか。で、その時はでも、まあ、なさる時に、まあ、あと、まあ ね、ご家族いらっしゃるじゃないですか、ご家族にもやっぱりお話しなさいましたでしょ。で、主人はまた、うん、またねみたいな、全然主人も軽い雰囲気で、あ、子供も、まあ、年に1回いつも入院してるあれねみたいな、ちょっとあれとは前回の良性腫瘍とは違うんだけど、うんうん、子供も全く失敗してなかったですね。いや、いいノリですね。なんかもう全体的にまだねってこういう感じで。そうですね、7回目の手術だったんで。7回、すごいですね。もう10回ね、入院してスタンプたまったらなんかくれるんじゃないか。あ、そうか、そういうイメージで。そういうのあるといいかもしれない、本当に。で、その時ってやっぱりそこ切ったけども、どのあたりをちょこっと、左の舌の端前の方をね、3×4×、あ、30mm×40mm×4mm おぐらい。そうですね。ずっとあんまり味覚とかそんなにはね、はないですよね、はい、お話しするのもそうでもない、それほどでもないですね。そうですね。それじゃあやっぱり気分的にも、まあ、ゼロっていうことでした。
だし、気楽ではいられますよね。まあ、余分に1センチはあの多めに取ったっていうことで、あの癌から1センチ開けて取ってるんで、まあ、あのあまり心配はしなかったですね。癌って それがね、そこだけ取っちゃえばいいってもんじゃないじゃないですか。それで私なんかもくり抜かれちゃったんですけど、先生はもうここからぐるってこう 5センチ、はぁ5センチったら造作何でもないんですけどって感じ、何でもなくなっちゃう。そうそうそう、だからまあちょっとちっちゃかったですけど、でもまあがんってどうしてもその周りを取らなきゃいけないっていうところでちょっと大きめになっちゃうね、そこがね。あ、そうなんですか。じゃあまあ一応あのその時あなたはっていうような重い雰囲気は一切ないという、全くなくて生存率 100% ですとか言われて、あいいな、そのノリ先生も好き。手術もまあ1時間以内に終わるんで、ほうすぐ戻りますから病室にって言われて、ほう軽い気持ちでしたね、その時まあね、それで終わったのかなっていうのはまたちょっと次回あたりにもあるんですけれどもね、はい、まあ、なかなかね私も思うんです、みんなさんあのがんのお話伺うと本当にあの、まあ、こうやってね今日もお話しして何もなかったかのごとく元気なわけじゃないですか、皆さん、まあ、統計部だってでもね一緒に患者会いるとみんな元気ですよね、だけども一つ一つお話聞くとっていう本当に大変なお話っていうのが皆さんからあるので、それをこうやって皆さんで話し合うとか、ね、聞く、そのためにその患者会っていうのがあるっていいですよね。そうですね、舌が多いですもんね。結構多いですよね。そういう中でやっぱり私もそうだけど、やっぱりヒロキンさんのねそのニコっていうのとね、その雰囲気とねそのカルっていうのがねとてもいいと思いますよ私。はい、ありがとうございます、はい、じゃあねちょっと来週はねそれでもやっぱりそのまあ手術なさったし、まあ、ちょっとねその後のことはどうなってらっしゃるのかなっていうのもちょっと伺いたいかなと思います。はい、はい、それじゃあまた来週よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。